え、ひばりクラブをご覧の皆様、こんばんは。武田邦彦です。えー、秋も深まってまいりましてですね。<laughs> えっと、まあ、人間の社会っていうのは、タイもあり、お酒ありですね。えー、愛憎あり、嫉妬あり、まあ、いろんな噂ありですね。<laughs> 今でも私なんかも彼がああ言ったとか、誰がああ言ったとか言って、もうあっちこっちから聞こえてきて困って,困,って困りはっててるんですけど、僕はそういうのあんまり興味はないんですよね。 目的には興味があるんですけど、こうやって日本を良くしたいとかいう目的はあるんですが、まあ誰がどう言ったっていいじゃないかと、まあいうような感じなんで、ちょっとそういうところは、あ技術系なもんだから違うかもしれませんね。えー、まあ秋は夜が深まりますと、まあいろんな妄想が湧いてくるわけでありますが、えー、私が普段苦しんでいる妄想ですね。この前私の え、話を時々定期的にやってる回でですね。ま、いろいろご質問したりなんかしたんですけども。ま、いろんなところで私と違うことを思っておられる方がおられるなと思いましてね。まあ、私これ部屋の中でこの端の方に、僕、私と逆の端の方に見えるお札は、岡山県のとあるところに行ったところで、まあ、こういったお札はなんかすぐ捨てるっていうようなこともあるんですが私非常にこう、えー、感銘も受けたし、それから、 ああ、素晴らしいなと思った記憶なもんですから、ちょっと記念品に置いてあるんですけども、置いちゃいけないっていう方がおられたらちょっと忠告をしてほしいんですが、今日はオスとメスの瞑想ということでですね。えっと、よくあの、生きとし生けるもの、必ず死ぬというふうに言いますけども、これはあの、知識がない方ですので、まあいいですけどね。地球に38億年前に生物が生まれまして、 この生まれた原因つないろんなことが考えられておりますが、まあ偶然にできたというのが、まあ学問的には今のところ正しいんじゃないかというふうに思うんですけども、えー、できましてね。そして、えー、それがずっと少しずつ少しずつ、まあいわば進化してくるわけですね。まあその当時っいうのは本当にこう海の中の一かけらみたいなものなんで、よくまあこういう人間という、まあ人間の中には美人とかね、いますからね。 よくああいうものになったなっていうふうに思ったりするんですが、まあ、それには随分時間がかかって、だいたい38億年かかってるわけですね。この38億年の中のだいたい28億年、まあ、時期は昔のことなんで、えー、まあ1億年、2億年ずれちゃうんですけど、えー、生物はオスメスがいなかったんですよ。オスメスがいなかったもんですから、えー、子供ができないわけですね。オスメスができると子供ができますから。 子供ができないとね、なかなかこれ大変なんですよ。えー、どうしても生物はこの有機物っていうか、プラスチックでできてるんですね。我々の体はプラスチックですが。えー、プラスチックでできておりまして、それはなぜかっていうと、プラスチックじゃないと、金属だとですね、ちょっとこう、今の生命みたいなのはできにくいんですね。まあこれも、機会があったら、瞑想の中でお話をしたいと思うんですけど。ところが、プラスチックってやつは弱いもんでね、どんどんどん,どん壊れていくんですよ。 まあ太陽の光なんか当たってたらね、もうコロなんですね。どん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 これを鎖でできてるもんですから、鎖が切れていきましてね。そしてまあ脆くなっていくわけですね。やがてまあ消失していくわけですよ。だからこの世の中には、えー、っと、例えば恐竜時代に生えていた木とかね。もちろん恐竜本体とかみんな腐っちゃっていないんです。腐るっていうのは結局劣化していくんですね。 ですから、子供がいないと、本当に生物いうのは大変なんですよ。自分が死んでしまったら、自分の種っていうのは終わりですからね。ですから、まあ、いろんな方法が他にもあるんですけど、細胞を増やしていったりするんですが、この細胞を増やすのは結構難しくて、例えば我々ですとね、えっ、ー、と、おじいちゃんおばあちゃんになりますと、あの、皮膚がしわ寄ってきますよね。だけど、皮膚っていうのは結構数ヶ月以内に、 えー、新しい皮膚ができてるんですよ。赤となって取れますからね。内部から、あの、皮膚が表皮が出てきましてね。ですから、新しく作るなら、ツルツルの赤ちゃんの肌を出してくれれば、ご婦人なんか助かりますよね。あの、シワがないですから。ところが変なことに、50歳になると50歳のような皮膚を作るんですよ。80歳になるとシワクチャの80歳の皮膚を作るわけですね。そんな異常悪なことしなくたって、 80歳になったって赤ちゃんの皮膚を出してくれは助かるんだけど、なかなかね、このプラスチックの体っていうのは難しいんですね、それが。